出てるよな。うん、動いてないの、うん、やめて。アップデートで強化されたかな、もしかしたら。サイレント強化だ。やめろ。やめろ、やめろ、やめろ。あーはははつまんない。つまんないよ。コメ欄の方々に質問するな。なんで俺省くんだよ。意味わかんねえだろ、俺の配信で。せめて俺に質問しろよ。俺に、なんか俺の写真送ってほしいわ。DM で、この髪型やってほしいです。DM 送ってきて。もっとやんちゃ系の髪型にしてみませんか。こういう髪型が似合いと思います。髪型攻める最後のチャンスということで考えてもらえると嬉しいです。最後のチャンスって何。アワンさんにおすすめの髪型、短め2ブロックです。30代メンズは清潔感ときちんと感を出すのが必須らしいというような、この髪型をおすすめします。こういう髪型もいつも応援します。20代な。ナチュラルマッシュいいと思います。ナチュラルマッシュいいと思いますって送ってきた人間の一つ前のメッセージ、マッシュは大学生になっちゃいます。なんなん、大学中はちょっとあれかもしれんけど。どうした、飛ばない。飛ばない。スマブラ。オート照準を打たないスマブラ。目指していきたい。お、え、余裕で死ぬやん、これ。そんな、メタナイトより強いよ。壊れた。また青さん、またやってや、またあの人生の話。なんでそんな子供が紙芝居をおねだりするかのようなテンションで言うわけ。子守歌じゃないんだな。就活でメイクする、やばすぎでしょ。就活スキルに必要なのかよ、メイク。それが就活ってことなら俺は働かなくていい。ナルトも言ってたわ。来るな、昼間にスマブラしてんじゃねえよ、働け。これ何ですか、社会歴ゼロ団子ってことですか。気持ちいい。スマログで面接とかないの。スマッシュログ、俺が俺誘われただけだからな。行動でやりませんか。あ、やります。命大事にプランを取ってることがなんか年取ったなって気がするわ。俺がスマホで海外行ってた時はさ、もうテロにあったら運が悪いとか言いながら海外に行ってたの、普通にバカじゃん。 ISIS 全盛期にさ、ヨーロッパ行くとか
ハイヤに治安悪い場所行ったことあってんですか。ヨーロッパでテロ集団が元気だった頃にドイツの大会行って3キロ先でテロが起きて会場が封鎖される、全員の荷物検査を会場で行う。トンピーさんいない時、俺一人日本人一人。いや怖いよね、もし襲撃来たらどっから逃げようかとか考えちゃうもんね。地下だから逃げられないんだけどさ、さすがにお母さんから LINE 来たもんね、生きてるっつって。あんま良くないから、危ない時は海外行かない方がいいんだ、いくらでも後から行ける。むしろ海外行ってサインそこまでじゃないと来ない。あ、そうだね、行き過ぎてるから。もうそんなに喋ることない海外。何よりいやかんねえよ、これ上からかぶせやん。おとずいぐらいに感じ分かりました。ナイス。クリスマス2ヶ月前からスマブラ女子とくっつこうと思ってしっこいたのに誰とも繋がれなかったアバさん、俺悔しいよ。え、俺の話？お前の話だよ。スマブラ女子で検索してたの、あのプロフィール画像の話かな。わ、僕の、あ、そうですね、検索してました。悪かった、通話とかしちゃう。通話はしましたけど、普通に恋愛とか無理。どうもろいわ。でもいいと思う、いつか笑い話になるから。3年経てば笑い話って生田さんの座右の銘があるからさ。スマブラ女の子の方が上手かったからメンタル覚える。救いようがねえな、それは。必要最低条件じゃん。女の子よりスマブラうまいわ。スマブラで遊ぶんだから。それ必須条件だから。スマブラの講座たくさん見たんですけど、それでも47連敗してる。なんか弱いってレベルじゃねえぞ、47連敗。一旦強くならないと、ダメだろ、スマブラ女子で出会うの。それはお前の実力を上げてからスマブラ女子タグ検索して。どうしてもスマブラ女子とくっつきたくて、なんでそんなスマブラにこだわりがあるんだ。エイペックスとかでもいいじゃん。スマブラ恋愛なんとなく良くないですか。僕は好きです。したことないだろ、したことないのになんでそんな自信持って言ってんのかよくわかんないです。VIP 行ってるのかだけ教えてくれ。クッパだけ VIP に行った。リアルだ、ね。クッパだけとりあえず入れよう。姿勢が。VIP 行ってればスマブラやってるっていう体はできるし。VIP 行ってるクッパが47連敗するってどういう女性なんだろう、逆に。スマメイト1900くらい行ってました。調べろよ、それは。いや、相手が悪かったよ。なんでいけると思ったんだよ。風車だ。何この時間。何だったんだ今。よくわかんないけど好きシリーズ。カメメロックマンのつかみ打撃入れずに謎の特投げ、わかるでしょ。なんかテンポいいよね。よくわからんし合理的ではないんだけど、カメメロックマンの即投げ、そうだね。一切激変ミスとか倒すとかないからさ、あの即投げに関して。よくわかんないけどなんかテンポが良くて好き。200% であるっていうの。ちょ、言いたくなった。え？狭
あ、おもんな。なんだこのゲーム。なんやねん。